それでは北方領土問題の解決等に関する岸田総理への要請を始めさせていただきます。まずはじめに鈴木北海道知事よりご挨拶がございます。はい、北海道知事の鈴木でございます。本日は岸田総理、岡田大臣、林大臣に大変お忙しい中お時間をいただきました。本当にありがとうございます。そして要望にあたって鈴木宗男先生、鈴木貴子先生にもご同席をいただきました。ありがとうございます。本日は北方お墓参をはじめとする4島交流等事業の早期再開を心待ちにしております元島民の皆様、そして隣接地域の皆様の切実な声を岸田総理に直接お届けをしたいという思いから本日要望に参りました。本日はよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。次に松本千島歯舞諸島居住者連盟議長より北海道と千島連盟の連名での要望書の施行がございます。北方領土に居住した元住民の代表として総理に要望を申し上げれる機会を作っていただき、厚くお礼申し上げます。本日は与党交流事業の中で特に北方墓参の早期再開に向けて、それがもう一点は北方領土が日本の領土であることを国内外に通知していた、こういうようなことをお願いして、この2点に絞って要望いたします。よろしくお願いします。これどうぞ。はい、よろしくお願いします。皆様よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。それでは次に石垣北方領土隣接地域振興対策根室管内市長連絡協議会会長より要望書の施行がございます。はい、まさに言うに北方領土を目前にする北方領土変化運動原点について根室管内北方領土隣接地域であります。本日は本当にありがとうございます。この隣接地域に暮らす多くの元島民や関係者、そしてそれぞれの地域の住民の心を折らないためにぜひとも希望の持てる取り組みを積極して取り組んでいただきたいというところからお願いを申し上げます。ご応援させていただきます。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、はい、よろしいですかね。はい、それでは皆様ご着席をお願いします。それでは、本日の方からご挨拶にございます。お願いいたします。はい、改めまして今日は皆様がお揃いで官邸にお出ましいただきました。こうしたご努力ご協力に心から感謝を申し上げます。日頃から北方領土問題解決に向けてそれぞれのお立場でご尽力をいただいておりますことに心から感謝を申し上げ、そして敬意を表し申し上げる次第です。戦後77年経った今もなお北方領土問題が解決されて、されていない、そして日本とロシアの間において平和条約が締結されていない、こうした状況を誠に遺憾に思うところであります。ロシアによる、ウクライナ侵略によって、この日露関係、現在大変厳しい状況にありますが、政府としてはこの与党の帰属の問題を解決し、そして平和条約を締結する方針を堅持する、こうした考え方に全く変わりはありません。また
北方墓参をはじめとする、北方四島交流等事業の再開、これは今後 この日露関係の中でも、最優先事項であり、引き続き、このロシア側に対して、特に北方墓参に重点を置いて、この事業の再開、これを求めてまいりたいと考えております。本年の4月、このロシア この最高検察庁が千島連盟を いわゆるこの望ましくない外国 NGO 団体に指定する旨発表いたしましたが、ロシア側のこの発表、これは極めて一方的であり、その主張全く当たらないと認識をしております。千島連盟や所属する元島民の皆様方の活動に悪影響が出ることはあってはならず、それとしては適切に対応してまいります。またご要請のあったさまざまなこの事業については、皆様方のご意見をしっかりと伺いながら、今後とも必要な支援を政府としても行っていきたいと考えているところでございます。北方領土問題、これはこの国民全体の問題です。国民一人一人がこの問題に対して理解をより深め、政府と国民が一丸となって取り組む、こうした姿勢が不可欠であると考えています。またこの国際社会においても、こうした我が国の立場が正しく理解される、こうしたことも重要です。こうした努力も引き続き続けていきたいと考えております。本日皆様方にこうしてご要望をお持ちいただいた、こういったこの皆様方の思いをしっかり胸に刻みながら、今後とも政府としても取り組みを進めてまいります。引き続き全力でこの問題に取り組んでいくことをお誓い申し上げまして、今日こうしてお越しいただき、ご協力ご理解をいただいておりますことに感謝を申し上げる次第でございます。誠にありがとうございます。